はい、こんにちは、ポンマルです。今回もね、前回の引き続きまして、チケットアップデートガチャのね、続きやっていきたいなと思います。前回はね、星さんの、動画出させていただいたんですけども、それは、右上のページか概要欄から飛ぶことができますので、そちらもよろしくお願いします。で、本日は、星4のガチャですね、それ引いていきたいと思います。星4の方もね、74枚あるんですけども、前回と同じように、70連分だけ、引いてみたいと思います。まあ、こんな感じで中の絵柄も、全部買ってますね。じゃあ10連目から、引いてみたいと思います。じゃあ10連目からですね。おー、すごいな。まあ、星4って言ってもね、全部外れみたいなもんなんですけどね。そんなこともないかもしれないですけど。まあね、前回の星さんの時はね、結構成績が良かったんですけどね、今回はどうなんでしょうかね。まあ10連目はこんな感じでしたね。じゃあ20連目引いていきたいと思います。はい、じゃあ20連目いきます。あ、星5が来ましたね。何かしらのキャラが、お、2体来てる。2体来てますね。いいっすね。まあね、大事なのはね、中身なんですけどね。まあ前回も言ったけどですね。あ、これ、ん？まあ持ってるんだよね。持ってますね。次だっけな。あー、だいぶ初期キャラだなこれ。久しぶりに見たわ。日の丸。というわけで、ミスタと日の丸、が出ましたね。じゃあ30連目いきましょう。何が出るかな。ダメだ。せめてなんか星5キャラが来てくれると嬉しいんだけど。ピヨヒコとかね、ウンマックスになっちゃったからね。じゃあ次、じゃあどんどんやりましょうか。40連目やりましょう。はい、じゃあ40連目いきまーす。おー、マジか。あれ、これチケットを貯めた意味があるのかないのか。またピヨヒコか。次は50連目か。じゃあ行きましょう。じゃあ50連目ですね。あ、だいぶ厳しいな。
やべ、同じ顔しか出てこねえ。いやいや、見飽きたキャラしか出てこないっすね。はい、じゃあ次60連目、引いていきましょう。すごいなこれ。星5がほとんど入ってね。っていうか2体しか出てないっすね。これは結構ひどいんじゃない。じゃあ、次最後ですね、70連目、引きます。あ、最後に来てなんか出てくれましたね。最後、一番下お願いします、お願いします。何かな。あ、こっちの品須川か。こっち今のは持ってるんだわ。あっちじゃない品須川欲しかったんですけどね。どういったこれか。ですね、という結果でしたね。はい、というわけでね、今回はね、3キャラだけでしたね。ミスター、日の丸で、鬼滅の品須川という結果でしたね。じゃあ次回はまた別の、チケット引いてみたいと思いますんで、また次回もよろしくお願いします。